S&PK スシラー全米住宅価格指数チャート S&PK スシラー住宅価格指数はアメリカ合衆国における住宅価格指数である。全米の主要都市圏における一戸建て住宅の再販価格をもとにファイサー部社が算出しスタンダードプアーズ社が公表している。 アメリカ国内の住宅価格動向を示す最も一般的な指数の一つであり、住宅価格は個人消費に大きな影響を与えるため、アメリカ国内の景気指標としても重視されている。カール・ケースとロバート・シラーの二人の教授が中心となり、1980年代に開発された。1991年に二人は指数の実用化を目指して、 ケースシラー・ワイス社を設立。同社は2002年にファイサーブ社に買収され、ファイサーブ CSW 社となった。ファイサーブ CSW 社は現在 S&P ケースシラー住宅価格指数算出のためのデータ収集を行っている。全米の9つの調査区域における総合指数、市販機ごとに公表される。アメリカ全土、 調査対象とした指数のため、経済指標として特に注目される。ボストン、シカゴ、デンバー、ラスベガス、ロサンゼルス、マヤミ、ニューヨーク、サンディエゴ、サンフランシスコ、ワシントンの10大都市圏の指数から算出される。先物市場が存在するため、先物価格を見ることによって市場が将来の住宅価格をどのように予想しているかを見ることができる。 上記の10大都市圏に、アトランタ、シャーロット、クリーブランド、ダラス、デトロイト、ミネアポリス、フェニックス、ポートランド、シアトル、タンパを加えた20大都市圏の指数から算出される。全米住宅価格指数は、市販期ごとにしか公表されないため、毎月の住宅相場の変動を見たい場合には、こちらの指数が利用されることが多い。 上記の20大都市圏それぞれの価格指数。都市圏ごとの個別の住宅相場を見たい場合に利用される。メディア等で単にケースシラー住宅価格指数と報道された場合、全米住宅価格指数、または20大都市圏指数を指すことが多い。またこれら以外にもファイサー部社ではさらに詳細な郵便番号クレベルまでの価格指数も算出している。 2000年1月の価格を100として算出する。S&PK スシラー住宅価格指数は、リピートセールスプライシング法と呼ばれる手法によって算出される。まず調査対象地域の一定期間の住宅売買事例のデータを集めた後、同じ住宅の過去の売買事例を調べる。こうして、特定の住宅ごとに売買事例のペアを作成して二次転換の 取引価格の差を調べ、これらを一つの指数に統合する。売買事例のペアを作成するにあたっては、住宅が差し押さえられたケースや、家族間での売買など、指数を歪める、可能性のあるデータは慎重に除外される。また、ペアごとの事例間の価格差が大きい場合や、事例間の時間が長い場合などは、指数へのウェイト付けが低くなる。これは本指数が、 純粋な住宅相場の変動を表示することを目的とするためである。拡大都市県指数は毎月最終火曜日の朝9時に3ヶ月移動平均による先々月分が公表される。全米住宅価格指数は3ヶ月ごとに先々月までの市販基分が公表される。なお2008年9月分により季節調整済みの値も発表されるようになった。 2006年5月より、シカゴマーカンタイル取引所で先物とオプションが取引されている。これは、米国内で初めての上場不動産デリバティブであった。取引されているのは、重大都市圏指数とそれらの拡大都市圏指数である。ここでは、全米住宅価格指数の推移を示す。本指数は1987年から2006年。 第2四半期まではほぼ一貫して上昇し、2007年第2四半期に史上最高値をつけたものの、その後は住宅バブルの崩壊により大きく低下している。ありがとうございます。